皆さんこんにちは、マキオです。今日はロサンゼルスからお送りしたいと思います。そしてまずロサンゼルスといえばなスポットですよね。ビバリーヒルズのサインまでやってきました。よくテレビとかでね見かけますよね。ここはこんな公園なんですけど、じゃあこっちを見てみましょう。結構幹線道路になってますね。今は平日の2時ぐらいですが、やっぱりロサンゼルス交通量が大変多くて、もう運転をしていても結構テキサスとは違うなと思う時がいっぱいありました。じゃあちょっとブラブラしよう。ビバリーヒルズを歩いてます。高いですね、どこも。ほら、バレットパーキング20ドル、車止めるだけで20ドルだよ。あ、アロヨガってもうロサンゼルスを代表するようなヨガウェアのお店ですよね。ビーチにあるファーマーズマーケットに来ました。ここは水曜日と土曜日しか、週2回しかやっていないマーケットということで、今日ちょうど水曜日なのでね、来ることができました。朝一ファーマーズマーケットね、楽しみですね。どんなところでしょうか。やっぱオレンジですよね、カリフォルニアオレンジ。ファーマーズマーケットに行ってみての感想なんですけれども、やっぱり売っているお野菜がテキサスとはちょっと違くって、見たことない野菜が結構あったのがとても面白かったです。なんかテキサスのファーマーズマーケットだと、もう本当野菜、フルーツ、蜂蜜、まあ、キノコ、まあ、何でもこうコーヒーとかパンとかいろんなものがあるんですけれども、こちらのファーマーズマーケットはお野菜を中心、お野菜、まあ、フルーツかなを中心としていて、なんか本当にオーガニックなものを求めている人がこう来ているっていう感じが見受けられました。ちょっと語弊がある言い方だと申し訳ないんですけれども、やっぱりこうテキサスって皆さんもイメージされる通り結構こう大柄な方が多かったりして、どこ行っても結構そういう方を見かけるんですね。けどこちら今見る限りではやっぱりこう意識をされているのか分かりませんけれども、なんか皆さんやっぱりこうね、シュッとされているような方が多く見受けられたので、まあ、そういう人がやっぱ来るのかななんていうふうに思いました。動物こちらはね、一緒に連れてきてはいけない、多分衛生面のことを考えてたと思うんですけど、テキサスはそういうのなかったので、そういうところもちょっと違ったりとか、まあ、日本人の方もね結構何人か見かけたんですよ。どこ行っても結構日本人はいるんだなっていうのをすごい実感しました。ダラスではファーマーズマーケット行って日本人とすれ違うってことはあんまりなかったので、そういうとこは違うなっていうふうに思って楽しい。そうだね、日本人が店を出してるっていうパターンもあったね。赤だよ赤だよ、緑だよ。違うよ、ほら赤だよ。そうね、おー、そっち行くっすね。おー、賢い賢い。おー、私迷ってる。かわいい。今回車はトゥーローというアプリを使ってテスラをレンタルしました。トゥーローについては動画を作っているのでこちらからご覧ください。サンタモニカの桟橋に来ています。海、山、自然がいっぱい。ビーチの
ホエールウォッチングをしに行くツアーに行きます。平日だと1人25ドルなので結構お買い得かなと思いました。いやー、いい景色やな。今何してるの？クジラ探し。ロサンゼルスのクリスマスデコレーションが素晴らしい街でライブ配信もしました。よかったらご覧ください。朝の散歩、え、あれそうだよね。何しています？クリフィス天文台に向かって歩いています。朝寒いから長袖にしちゃったんだけど、今もう25度ぐらいでめちゃめちゃ暑くて、キャミソールでもよかったぐらいで、ちょっと服装に失敗、暑すぎる。でもね、夜また寒くなるから難しいですね、ロサンゼルスの天気。もうちょっとで到着かな。おー、いい景色が見えますよ、ロサンゼルスの山々。ついに来ました。イエーイ。あ、ハリウッド見えるじゃないですか。ハリウッドは見えてる。もうちょっとこっちです。見えてんのかな。わざわざ天文台に来てフリスビーとかさ、やりに来てるんだね。ほらほら、遊んでるだけ。学生ってそんなもんだよね。サンダーよ。それでしょ。影で。今もうすぐ1時半なので、あ、影で。ここがこうなってる。そして私たちはこの後ロサンゼルスからタヒチボラボラ島へ。ボラボラ島 Vlog はすでに2本公開していますので、ぜひ概要欄リンクからご覧ください。
またボラボラ島からロサンゼルスに帰ってきて、今度はサンディエゴに行きました。サンディエゴ Vlog も近いうちに公開しますので、チャンネル登録してお待ちください。ロサンゼルス、物価は高いけどいいところだねと思う方は高評価、いいねボタンを。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。